アルジェリア、アルジェリア民主人民共和国、通称アルジェリアは、北アフリカのマグリブに位置する共和制国家。東にチュニジア、リビアと、南東にニジェールと、南西にマリ、モーリタニアと、西にモロッコ、サハラアラブ民主共和国と国境を接し、北は地中海に面する。地中海を隔てて、北に旧宗四国のフランスが存在する。首都はアルジェ アフリカ世界と地中海世界とアラブ世界の一員であり、アフリカ連合とアラブ連盟と地中海連合とアラブマグレブ連合に加盟している。2011年の南スーダン独立により、スーダンが分割され領土が縮小したことで、スーダンを超えてアフリカ大陸において最も領土が広い国となった。世界全体でも第10位の領土面積である。 正式名称は、ラテン文字転車、ある、ジャンハー・アル・ジャザー、イリー・アール、デマクラッチ・アール・シャビーヤ。通称は、ジャザーイル、アル・ジャザー・アイ・アール。日本語表記は、アルジェリア民主人民共和国。通称、アルジェリア。漢語表記は、アジオヨび、リア、または、アジオヨび。アラビア語名のジャザーイルは、首都アルジェのアラビア語名と同じで、 アルジェをととする国といったような意味合いである。英語名など、欧米諸言語や日本語の国名アルジェリアは、ジャザーイルに定冠詞のあるがついたあるイコールジャザーイルが、点火したアルジェに、地名語尾のマイナスイヤを付して作られた。ジャザーイルの原義は、ジャジーラ、島、カタールのテレビ局、あるジャジーラと同じ語の複数型で、島々を意味する。 新石器時代の住人は、たっしりなジェール遺跡を残した。紀元前には、内陸部に、ベルベル人が存在した。沿岸部には、カルタゴの植民都市が存在したが、ポエニ戦争を経てカルタゴは滅亡し、ベルベル人のヌミディア王国もユグルタ戦争や、ローマ内戦を経て、最終的に、ユリウスカイサルの征服によって、ローマ共和国の属州となった。 その後ゲルマン系バンダル族の征服、東ローマ帝国の征服を受けた。8世紀に、ウマイヤ朝など、アラブ人、イスラーム勢力が侵入し、イスラーム化した。アルジェリアには、内陸部に、ルスタム朝が栄え、イスラーム化とともに、住民のアラブ化も進み、11世紀のヒラール族の侵入によって農村部でのアラブ化が、決定的になった。 イスラーム化した後もある程度の自治は保ち続けた。西から進出したムラービトアサ、ムワヒヒド朝の支配を経た後に、1229年にハフスアサが成立し、1236年にトレムセンを都としたザイアン朝が成立した。16世紀に入ると東からは、オスマン帝国の西からは、スペインの進出が進み、 1533年には、アルジェを根拠地とした海賊バルバロッサが、オスマン帝国の総主権を受け入れた。1550年に、オスマン帝国は、ザイアーン朝を滅ぼした。オスマン帝国の地下では、トルコ人による支配体制、オスマン帝国の俗修という形であったが、実際には、エジプトのムハンマド・アリー朝のようなただしによる間接支配に、相当が気かれ、アルジェの例は、 沿岸のキリスト教国の船をバルバリア海賊を率いて襲撃していた。第一次バーバリ戦争、1801年から1805年。第二次バーバリ戦争、1815年。1817年8月27日、アルジェ砲撃。1830年にフランスが進出し、アルジェを占領した。フランスによる征服に対して、 アブド・アルカーディルが激しく抵抗したが、1847年に、フランスは全アルジェリアを支配した。アルジェリア北岸には、アルジュ県、オラン県、コンスタンティーヌ県が置かれ、これら3県は、フランス本土と同等の扱いを受け、多くのヨーロッパ人が、フランス領アルジェリアに入植した。1916年に、トゥアレグ族の貴族が、 ドゥアレグ族居住地域内のアガデスで放棄した。フランス軍が鎮圧したものの、第一次世界大戦が終わると独立運動が激化し始めた。第二次世界大戦中の1942年の統治作戦以降はハンビシー政権の拠点となり、シャルルド・ゴールを主犯とするフランス共和国臨時政府もアルジェで結成された。第二次世界大戦が終結すると独立運動が、 再び激化し始めた。1954年には、現地人、アンディジェーヌと入植者、コロンの対立に火がつきアルジェリア戦争が勃発、100万人に及ぶ死者を出した。アルジェリア戦争中の1960年代には、サハラ砂漠で、フランスの核実験が行われた。ジャミラブーパ社も参照。1962年7月5日に、 アルジェリア民主人民共和国として独立を達成し、8月4日に誕生した初代のベンベラ大統領は社会主義政策を取り、キューバ革命後のキューバと共に非同盟運動と世界革命路線推進した。一方、独立によってドゥアレグ族居住地はマリ共和国アルジェリアニジェールに分割されていたが、域内アガデス州のアーリットとアクータ鉱山から産出する。 冷戦下で重要性が待っていたウランをめぐって、1962年から1964年が勃発した。産出するウランの一部は日本に出荷されている。1963年10月、西サハラ国境、ティングフ県、ベシャール県をめぐるで、モロッコと交戦。1965年には、軍事クーデターで、ベンベラ政権を打倒し、ベンベラを遊兵した。 ブーメディエンは、現実的な国づくりを進め、社会主義政策に基づいて、経済成長を達成した。1976年1月、西サハラのデモロッコと交戦し、1975年から1991年に、サハラアラブ民主共和国、1976年2月独立、側で参戦した。1978年に、ブーメディエンが死去した後、 1980年代に入ると民族解放戦線 FLN の一等制によるアラブ人主導の国づくりに対してベルベル人からの反発が高まった。進行していた経済危機の影響もあって1989年に憲法が改正され複数政党制が認められた。1980年代後半から政権での FLN による一等制や経済政策の失敗に不満を持った若年層を中心にイスラーム主義への支持が進み、1991年の選挙でイスラム原理主義政党の FIS が圧勝したが、直後の1992年1月に世俗主義を標榜した軍部主導のクーデターと国家非常事態宣言によって選挙結果は事実上無効になった。 このクーデターにより、国内情勢は不安定化し、軍とイスラム原理主義過激派の武装イスラム集団、GIA との内戦、アルジェリア内戦、1991年12月26日から2002年2月8日により10万人以上の犠牲者が出た。内戦末期の1998年9月には、GIA から、説教と戦闘のためのサラフィー主義者集団、GSPC、 2007年以降は、イスラームマグリブ諸国のアルカイダ機構が誕生した。1995年に大統領に就任した、大統領は2000年の任期を待たずに辞任したため、1999年4月に行われた大統領選挙で、アブデルアジェズブーテフリカ大統領が選出された。一時、国情が沈静化しつつあったものの、北部や東部では、 イスラームマグリブ地域のアルカーイダ組織によるテロが頻発し犠牲者が多数出ておりその後も国家非常事態宣言は発令されたままの状況が続いた2004年トランスサハラにおける普及の自由作戦に加わった2009年4月9日大統領選挙が行われブーテフリカ大統領が90.24%で参戦されたと 同国内務省が10日発表した。任期は5年。投票率は70.11%であった。2010年から2011年アルジェリア騒乱が発生したこともあり、発令より19年が経過した2011年2月24日になって、ようやく国家非常事態宣言が解除された。二千十三年一月十六日、イリ事件、イナメナスにある、 天然ガス関連施設でアルジェリア人質事件が起こった。大統領を国家元首とする共和制を敷いており、現行憲法は1976年憲法である。大統領は民選で任期は2期5年とされていたが、2008年に当選回数制限は解除され、2014年の大統領選挙でブーテフリカが4度目の当選を決めた。行政府の長は、 首相で大統領が任命する。首相は各大臣を任命する権限がある。1995年以降は複数候補による大統領選挙が行われている。立法権は議会に属し、議会は1996年まで一院制を取ってきたが憲法改正により両院制、二院制へ移行した。会員は380議席。 上院は144議席からなる。主要政党としては、民族解放戦線、FLN、民主国民連合、平和のための社会運動、労働者党、PT、労働党、アルジェリア民族戦線、フィナ、マサヨシと解放党、PJL、アドマイナス54、などが挙げられる。司法権は最高裁判所に属している。アルジェリアの軍隊は、 アルジェリア人民国軍、エインピーと称される。軍は、陸軍海軍空軍の三軍と、防空軍、ジャンダルメ、警察軍によって構成される。軍の前身は、国民解放戦線の軍事部門だった、国民解放軍、アルンであり、独立後に、現在の形に再編された。兵器体系はソ連に準じていたが、ソ連崩壊後は中華人民共和国や欧米からも、 導入してて装備を多様化させている基本政策は非同盟中立アラブ連帯であり、1960年代から1970年代まではキューバや北ベトナムと共に第三世界諸国の中心的存在だったが、1979年のシャドリ政権以降は現実主義全方位外交基調としている。近年は G8 諸国を中心に、 先進国との外交活動を積極的に推進している。これはここ数年のアルジェリアはテロのイメージが強く、それを払拭するためである。この努力の結果、アルジェリアへのイメージも改善されてきている。アフリカ諸国、アラブ諸国の中心的存在にある国の一つであり、アフリカ連合、アラブマグレブ連合、アラブ連盟に加盟している。2005年には、 アラブ連盟の議長国を務め、国連の非常任理事国にもたびたび選出されている。マグリブ諸国との関係においては、独立以来国家体制の総意や、領土問題、パレスチナ問題への取り組み、アルジェリアによる日サハラ独立運動の支援など、様々な要因により、アルジェリアはモロッコとの対立を繰り広げてきた。1994年以来、モロッコとの国境は封鎖されている。 モロッコが大部分を実行支配する西サハラの独立を訴えるサハラアラブ民主共和国とポリサリオ戦線を一貫して支持し続け、アルジェリア領内には西サハラ難民の難民キャンプが存在する。日本との関係においては、独立戦争を全学霊や宇都宮徳馬、北村徳太郎らが支援したことをきっかけに、独立後も友好的な関係が築かれた。アルジェリアは、 日本企業に多くの開発事業を発注し、1978年には日本人在留者、在アルジェリア日本人が3234人に達するなど、日本にとって最も関わりの深いアラブの国となったが、1990年代の内戦勃発以後日本人在留者の数は急速に減少した。アルジェリアは48のウィラーや県、 553の軍と1541の基礎自治体に分けられている。各県の県名は最大都市の名前から取られている。主要都市はアルジェ、オラン、コンスタンティーヌ、アンナバなど、国土の大部分を砂漠が占め、乾燥した平原地帯となっている。しかし、北部には2000メートル級のアトラス山脈が走り、地中海沿岸は雨量も多く、 草原なども広がり、国民の約95%がこの地域に居住している。地中海の対岸には、スペイン、フランスが存在する。一見して、日本より相当南の井戸にあると思われがちだが、首都のアルジェは、新潟県とほぼ同じ井戸である。ユーラシアプレートとアフリカプレートの境に位置するため、地震国である。アトラス山脈は、 アルジェリア北西部でアトラス高原を挟んで北部のテルアトラス山脈と南部のサハラアトラス山脈の二つに分かれている。アトラス高原には塩湖やそれが枯渇した盆地が多数ある。また、アトラス山脈から北にシェリーフ川が流れる。サハラアトラス山脈の南にはわずかなステップ地帯があり、それ以外はすべてサハラ砂漠になる。 内陸部の砂漠地帯は標高1000メートル以下の平原が多いが、ニジェールとリビアの国境に近いアルジェリア南東部は山がちでホガール山地やアドラル山地、ナジェール、高原、ホガール高原などがある。ホガール山地は火山性でアルジェリア最高峰のタハト山、2918メートルを有する。北部の地中海沿岸部は温帯で、 典型的な地中海性気候である。南カリフォルニアとほぼ同じ色にあり、気候も類似した部分が多い。平均気温は夏は20から摂氏25度、冬は10から摂氏12度で、アトラス高原はステップ気候になる。アトラス高原から南に行くにつれて、冬と夏、昼夜の温度差が激しくなり、降水量が少なくなる。また、夏には暑く乾燥したシロッコが吹き、 その風は海岸部にまで及ぶ。降水量は沿岸部で年間500ミリメートル前後。また、東に行くにつれ降水量は多くなり、降水量はコンスタンティーヌで1000ミリメートル近くまで及ぶ。地中海沿岸以外の国土の大部分は砂漠気候となっている。山岳地帯では冬になると雪が降り、吹雪になることもある。 2013年のアルジェリアの GDP は約2060億ドルであり、埼玉県とほぼ同じ経済規模である。同年の一人当たりの GDP は5437ドルであり、アフリカ諸国の中では上位に位置する。膨大な対外債務があるが、天然ガスや石油を産出し、近年の原油価格上昇で貿易黒字が増大している。 それ以外にも鉄鉱石や輪鉱石などを算する。国内産業は農業が主で小麦、オレンジなどを算する。貿易相手は欧米が中心。フランスに存在する100万人以上の出稼ぎアルジェリア人労働者からの送金も大きな外貨収入源となっている。アルジェリアの工業を支えているのは天然ガス3213000兆ジュール世界シェア5位。 2003年時点である。原油4560万トン、石炭24000トンにも恵まれる。アルジェリア産の石油は非常に軽いことで知られる。1992年時点では天然ガスと石油が総う質額の97%に達した。2003年時点においても98%を維持している。金属資源としては300トン。 世界シェア同率3位に達する水銀の採掘が特筆に値する。林鉱石、鉄鉱石の埋蔵量も多いが開発は進んでいない。ジュベル、オングの林鉱床は2100平方キロメートルにわたって広がり、埋蔵量は世界最大級とされるものの、採掘量は28万トンに過ぎない。これは1991年時点の109万トンと比較しても低調である。 鉄鉱石も234万4 0トン、1991年から70万トン、2003年に減少している。これは社会主義政策による国営企業を民営化する計画が1995年から始まったことにもよる。アルジェリアの国土の約9割はサハラ砂漠の一部である。しかしながらアトラス山脈と地中海に挟まれた帯状の地域は、 年功水量が600ミリメートル以上に達し、農耕が可能である。国土面積のうち3.5%が高地であり、人口の10%弱が農業に従事している。主要穀物では、乾燥に強い小麦、260万トン以下2002年時点の統計へのほか、大麦も栽培されている。特徴的な作物としては、地中海性気候に適した夏目やし。 45万トンがある。生産量は世界シェア7位に達する。オリーブ17万トンや柑橘類の生産も盛んだ。アルジェリアの貿易はフランスの植民地時代において非常に発展した。現在総輸出額が495億9億九千万ドル、輸入額が225億3億三千万ドルとなっており、主な輸出国はアメリカ22.8%、 イタリア16.2%スペイン10.4%フランス10%ユニ国はフランス28.2%イタリア7.8%スペイン7.1%中華人民共和国6.6%となっているインフレ率は1995年頃は30%だったがその後は減少し 近年は1から3%で推移している。GDP 成長率は1990年代は停滞していたものの、近年は5%前後まで回復している。また、貧困率はアフリカ諸国の中では低いが、地域間の経済格差は依然としてまだ残っている。政府は積極的に経済改革を推進し、諸外国からの投資を誘致したり、 国営企業を売却するなどしているが、経済の多角化は進んでおらず、石油や天然ガスに頼ったままである。失業率も30歳以下で70%前後と高く、未だ解決に至っていない。1990年代のイスラム、原理主義過激派によるテロにより観光者は激減。アルジェリア観光は壊滅的な被害を受けた。しかし、2000年代に入ると、 テロが沈静化し、それに伴い徐々に、再び観光客は増加しているが、それでも前世紀までには至っておらず、日本の外務省海外安全情報でも未だに、アルジェリア全土の危険を喚起している。観光地としては、アルジェ、特にカスバなど、ティムガット遺跡、ティッパ祭遺跡、ジェミライ遺跡など古代ローマの遺跡観光、ガルダイアのムザブの谷などが有名である。 中国企業によって、世界で最も高いミナレットとアフリカ最大で、サウジアラビアの二世モスク、マスジド・ハラウムと予言者のモスクに次ぐ巨大なモスクで、あるの建設も進められている。交通インフラは、旧体以前の状態であったが、2000年代に入り、モロッコ国境からチュニジア国境まで国土を横断する当時、世界最大の公共事業の一つとされた。 アルジェリア東西高速道路計画を中国業と日本企業が受注し、日本企業としても過去最大級の海外でのインフラ工事であることから国内外から注目を浴び、完成すれば国内の物流が画期的に向上することから経済対策の切り札として待ちされていた。中国企業が担当した2つの区間は2010年10月と2012年4月に、 それぞれ完成している。しかし、2016年7月に代金の支払いをめぐって工事を打ち切った日本企業の担当した区間も中企業に建設させると2017年11月にアルジェリア政府は発表した。また、アルジェリアを縦断する南北高速道路も中国企業によって建設され、2018年4月に一部開通した。人口の 約90%は北部の地中海沿岸地域に住んでいる。また人口の約半分が都市部に住んでいる。人口の30%が15歳以下である。義務教育は6歳から16歳までですべて無料である。人口増加率はアフリカ諸国の中では比較的少ない。平均寿命は73.26歳であり、内訳は 男性は71.68年、女性は74.92年となっている。独立後イスラアーム法に基づいた家族法の下でアルジェリアでは一夫多妻制が継続された。2005年の新家族法交付によって女性の地位は以前に比べれば向上したが、それでも一夫多妻制は一定の条件のもとで合法のままとされた。国民のントがアラブ人で、 残りの20%がベルベル人であり、ベルベル人はカビリー地方のをはじめ、ドゥアレグ人など4つのグループに分かれる。わずかにフランス人、ピエノワールの残留者も存在する。南部の砂漠地帯には少数派の約150万人の遊牧民、ベドウィンやスーダン系黒人が住む。難民キャンプには西サハラからのが4万6千人が居住している。2009年、 三万五千人の家境、海外中国人労働者が居住している。主要言語はアラビア語とベルベル語だが、公用語はアラビア語のみである。公語として話されるのはアラビア語アルジェリア方言、アーンミーヤであるが、公用語は文語である生息アラビア語、フスハートしている。アルジェリア方言はオスマン帝国の軍人がもたらしたトルコ語の影響を受けており、 スペイン支配を受けていた西部のオランなどではスイン語の影響を受けている。1962年の独立以来植民地時代のフランス語教育への反動として急速なアラビア語化が進んだが、このことはアラブへの同化を拒否するベルベル語話者の反発を招き、1980年代にはベルベル問題を引き起こした。このため二千二年の憲法改正によってベルベル語 タマジグトが国民語としての地位を認められた。フランス語は公式な公用語には指定されていないが、教育、政府、メディア、ビジネスなどで広く用いられるなど事実上の公用語となっており、大多数の国民はフランス語を話す。2008年の調査では、アルジェリア国民の3人に1人がフランス語を日常的に使用し、読み書きしているという状況であった、も参照。 国民が信仰する宗教は99%がイスラム教で、そのほとんどがスンナ派である。イバード派もわずかに存在し、党のベルベル人がこれに属す。また、キリスト教徒やユダヤ教徒もわずかに存在する。キリスト教最大の恐怖ヒッポのアウグスティヌスはアルジェリアの生まれだった。6歳から15歳までの義務教育が敷かれている。 義務教育は9年間の初等教育と前期、中等教育を一貫した基礎教育学校、エコールフォンダマンタルで行われ、義務教育機関はアラビア語で教授されるが、大学教育ではフランス語で教授されることも多くなる。2002年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は69.9%、男性 79. 6、79.6%、女性、 60.1%である。アルジェリアの独立時の識字率は110%だった。現在アルジェリアには43の大学、10の短科大学、7の高等専門学校が存在する。主な高等教育機関としては、アルジェ大学1879年、1909年、国立アルジェ高科大学1923年などが挙げられる。 古代には、ラテン語で、黄金のロバを表した、アプレウスや、告白を表したキリスト教の恐怖、アウグスティノスなどが活躍した。19世紀末頃から、アルジェリア育ちのヨーロッパ人は自らを、アルジェリア人と規定し、フランス語で、アルジェリアニスム運動を主導した。こうした作家には、ルイアル・トランや、ロベール・ランドなどが挙げられる。20世紀のフランス文学を代表する、 フランス語作家の一人であるアルベール・カミューはアルジェリアで生まれ育ち、カミューの違法人はアルジェリアを舞台としているが、カミューはこうした潮流を継ぐ存在であった。一方、アルジェリアの原住民、アンディジェーヌ、つまりムスリムによるフランス語小説としては、ムールード・フェラウンの貧者の息子、1950年が最古のものである。 代表的な現代アルジェリアの作家としては、ムハンマド・デイブ、カテブ・ヤシーン、ラシット・ブー・ジェドラ、ヤスミナカ・ドラ、アフガール・モスタ・ガーネミー、アマーラ・ラフュース、アシア・ジェバールなどが挙げられる。古代において最大の恐怖と呼ばれ、キリスト教思想や西王哲学に大きな影響を与えたアウグスティヌスは現アルジェリアの生まれだった。中世においてはアルジェリア生まれではないが、 シュニス生まれで、イスラーム世界最大の学者と呼ばれる、イブンハルドゥーンは、歴史序説を、現、ティアレット兼、ティアレットで表した。また、20世紀後半において、脱構築というシニフィアンを初めて唱えたジャック・デリダも、アルジェリア生まれのユダヤ人だった。ポストコロニアリズムの先駆者となった、マルテニーク生まれのフランツ・ファノンもまた、アルジェリアで書いた。アルジェリアの音楽は、 レコンキスタによってスペインから追放されたムーア人のアルアンダルスの音楽に起源を持つ。1980年代に世界に広まった音楽の大はアルジェリアの音楽である。大歌手のは1994年9月29日に武装イスラム集団 GIA に暗殺された。アルジェリア内戦中の同時期に多くの音楽家などが暗殺され、 アルジェリアの音楽家の多くがフランスに活動拠点を移している。フランスに渡ったアルジェリア人やその子孫のアルジェリア系フランス人の中には活動の拠点をフランスに移しているアルジェリア人の音楽家もいる。代表的な存在としては国民的作家カテブヤシーの息子がグルノーブルで結成したレゲエバンドグナワディフュージョン。 大を含む幅広いジャンルを演奏するラシット・タハガなどが挙がられる。ライ歌手のサイダ県出身はスティングと共演した1999年などで世界的にその名を知られている。また、南部の黒人の音楽としてギニアに由来するが挙げられ、ブライアン・ジョーンズ、ロバート・プラント、ジミー・ページ等はクナワ音楽家とコラボレートした作品を発表していい。 アルジェリア出身の代表的な映像作家としては、モハメドラフ・フダル・ハミナ、メフリ・シャレフ、メルザック・アル・アーシュなどが挙げられる。アルジェリア人によるものではないがアルジェリアを舞台にし、アルジェリア戦争を描いた映画として、イタリアのジロ、ポンテル・コロポによる、アルジェの戦い、1966年やフランスの、フロラン・エミリオシリによる、命の戦場アルジェリア1959、2007年、 などが挙げられるアルジェリア国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が6件複合遺産が1件存在する詳細はアルジェリアの世界遺産を参照この他にイスラーム教の祝祭日がある植民地時代にフランスからもたらされたサッカーはアルジェリアでも人気のあるスポーツとなっているアルジェリア代表は 初出場となった1982年のスペイン大会、その後1986年のメキシコ大会、2010年の南アフリカ大会、2014年のブラジル大会と4度の FIFA ワールドカップに出場している。主なプロクラブとしては JS カビリーの名が挙げられる。政府。日本政府。観光その他。このページは、プロジェクト。 国、Wiki プロジェクト国のテンプレートを使用しています。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。